会人からお願いします、はい、こんにちは、今日は予算委員会の対応がございまして午後からの会見になりました。恐縮に存じます。本日の閣議におきまして、私から労働力調査結果、消費者物価指数および家計調査結果について報告をいたしました。その内容についてはすでに統計局から公表している資料の通りでございます。詳細につきましては担当課にご確認を願いたいと思います。それから、本日の閣議におきまして、私から国土交通大臣に対し気象予測の精度向上等の取り組みに関する行政評価監視の結果に基づく勧告を行う旨発言いたしました。本勧告におきましては気象予測に基づく警報注意報等の防災情報を国民の方々が正しく理解し、避難等に有効活用できるようにするため、大雨警報等の検証方法の見直しや検証結果の公表、防災情報に関する地域における普及啓発の取り組みへの支援などを求めております。国土交通大臣に対しましては今回の勧告を受け必要な措置を講ずるよう求めました。詳細につきましては担当課にご確認ください。それから本日の閣僚懇談会におきまして、先日総務省の政策評価独立行政法人評価委員会が12の独立行政法人の中期目標案等について、例えば内部統制を確立するための方法を具体的に明記すべきと指摘するなどの意見を取りまとめ、4府省の大臣に通知したことを申し上げました。これは昨年6月の独法通則法改正により主務大臣が独法の中期目標等を定める際に委員会の意見を聞かなければならないこととされたことを受けて、最初の意見となるものでございます。4府省の大臣に対しましては委員会の意見を十分に尊重して中期目標を定めていただくようお願いをいたしました。詳細につきましては担当課にご確認願います。それから、総務省におきましては、地方への移住交流に関心のある方々に居住就労生活支援等の移住関連情報を総合的に提供するため、全国移住ナビ、これを構築しているところでございます。またこのナビを活用して、地方への移住交流関係の情報提供相談支援の一元的な窓口となります全国移住促進センターを開設いたします。今回このセンターを東京駅八重洲口近くの中央区京橋1丁目のビルの1階に設置することを決定しました。3月下旬の開設に合わせてオープニングイベントを行い、新年度に本格稼働させることを予定しております。地方自治体や関係府省と連携し地方への移住交流の促進を図っていきたいと考えておりますので、地方への移住交流に関係のある都市住民の皆様や受け入れに取り組んでくださる地方自治体の皆様にぜひセンターを積極的にご活用いただきたいと思っております。詳細につきましては事務方から後ほど配布する資料をご覧くださいませ。私からは以上でございます。幹事社の朝日新聞から2つお伺いさせていただきます。1つ目が、下村大臣と今日望月大臣について、献金問題が報道されています。これについて大臣のご所見を聞かせてください。はい、毎度同じようなお答えになるんですけれども、個別の事案につきましては具体の事象に即して判断されるべきものと承知しております。総務省としては具体の事実関係を承知する立場にございませんので、お答えは差し控えさせていただきます。政治資金については法律にのっとって適正に処理すべきということはもちろんでございます。私たち一人一人の政治家が国民の皆様の信頼を得られるように、自ら襟を正していかなければならないと考えております。
もう一問、地方議会の件で、女性議員の割合が 11.7%、女性議員が0人いらっしゃらない議会も2割以上あると、統一地方選を前にして地方行政制度を所管する大臣としてどのようにお考えでしょうか。まあ、やはりこう地方分権という流れが、進んでいっておりますので、地方議会、そしてまあそれを構成する、議員の皆さんに求められる役割というのは非常に、大きくなっていくと思います。まあ、そんな中で議会が多様な民意を、集約し、そしてまた団体意思を決定していただくと、いうことのためには、地方公共団体の住民の多種多様な層からですね、こう議員が選出されていく、そして議会を構成していくということが重要だと考えております。総務省としましては、その幅広い層の住民の方が議員として参画しやすくなるようにということで、議会運営の方式として通年会期制、これを創設して環境の整備に努めてまいりました。現状やはり地方議会における女性議員の割合約1割というのは大変低い状況にはございますけれども、それでも年々増加はしてきていると思っております。ですから各議会においては、やはりこう住民に身近な議会の実現に向けた取り組み、進めていただいておりますんで、ぜひとも来たる、統一選挙におきましても、女性も含めて多種多様な、層から、議員が選出されるということが望ましいと考えます。ありがとうございます。各社からありますでしょうか。の吉本です。移住促進センターなんですけれども、地方への人の流れを生み出すのは重要政策の一つということなんですが、もう少し具体的にですね、どういう役割を期待されているのかということと、もし年間の利用者数の想定などをもしお持ちであれば教えてください。はい、移住促進センターはですね、一元的な窓口と、いうことになります。さまざま役割を果たさなければいけないんですけれども、一つは移住交流に関する一般的な情報提供と相談支援を担当する相談員の方が対応する、相談カウンターを設けます。それから各自治体の、移住交流関係のパンフレットを閲覧できるコーナーも設けます。それから各自治体による、移住交流相談会ですとか、実際の移住者の体験談大きくセミナーを開催していただけるような、イベントを開催するスペースを設ける、こういうことにいたしております。さらに厚生労働省や農林水産省とも連携しながら、地方での仕事のご紹介ですとか、あと農林水産業に、就労されたいという方への、就業支援を行う、そういう相談窓口も設けるつもりでございます。想定でどれぐらい来られるかっていうのは今ちょっと私は分かりませんけれども、ただ東京駅の近くでということとですね、場所を決めるにあたって東京駅から近い、もしくはその周辺の収益付近だといいよねということ、それから主要道路に面しているということ、それから原則1階への設置が必要だと考えました。できるだけ多くの方に来ていただくために、東京駅周辺でしたら、首都圏の方だけじゃなくて、ごめんなさい、各方面からの利用者の利便性が非常に高いということと、それから周辺にはですね、各自治体が設置する相談窓口もございますので、多くございますので、適地だなと考えて物件を探しました。ありがとうございました。どうもお疲れ様でございました。